タイガー勝美、そして第1試合リングアナウンサー、私オッキー奥田が実況解説を行います。初めてプロレスを見るというちびっこにも、まずはプロレスのルールを分かりやすくご説明いたしましょう。さあ1対1、このスズメ、ブラスズメイベント、さあ今回の皆様大きな拍手をお願いいたします。さあ思わずお父さんから気合い入れろよと一言、赤コーナーのその松永と、そして逆に青コーナーのこの赤い青年は22歳の若造、いやいや若い選手であります。この斉藤さんキャリアはほぼ誰とも変わらずのクリーンブレイク。さあちびっこの頑張れの声が響いていく、それがこの栃木プロレス、皆さんの街にはプロレスがあります。さあ栃木県8番目のプロスポーツだったあの福田健一氏が認めたバスケ、サッカー、野球、自転車、ホッケー、そのプロレスは8番目のイベントであります。さあ腕を取っていく、まずはこの辺りプロレスの、そのプロフェッショナルレスリング感動をくれた東京2020、そのレスリングの部分であります。何を隠そう、この松永純也、あのレスリングでおなじみ浜口京子、そのアニマル浜口の弟子、アニマル浜口ジム出身であります。さあヘッドロック、くるくるっと、この辺りは初代タイガーマスク、よろしく。ハイスピード、そのハイフライング、それがこの斉藤匠の、さあしかしその斉藤の一瞬一体の攻防に思わずちびっ子たちがリング上を叩いております。さあちびっ子の皆さん、選手が上から降ってきた時にはすぐにお願いいただきますよ、お願いいたします。さあリングのこの周りはちびっ子ゾーン、しかしながら大人の皆さんも今日は食べて飲んで大きな声で応援をしていただく、まさにあのちびっ子の力道山が街頭テレビを作る、この街頭プロレスが今ロープに振っていく。まずはチャンピオン、これが栃木プロレス、栃木8番目のプロスポーツ。さあ、ちびっこ気をつけて、さあ、コーナーに振っていく、さあ、すごいチョップ、それもそのはず、この斉藤匠、さあ、もっと盛り上がっていこうよと、はい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 、さあ、こっちのコーナーにも、そう、彼は野球出身ということは、振りかぶって、チョップ、まさに下克上野球、それがこの斉藤匠であります。それもそのはず、名古屋出身、あのレインメーカー岡田和之を直属の、はい、同じ中学校、しかしエレボリューションなめんなよと言わんばかりのこの松永であります。さあそれでは今日初めてプロレスを見ているちびっこにも、まずはプロレスのルールをご説明いたしましょう。さあ今のような状態、さあもう参った、英語でギルアップと言ってしまえば試合が終了。そしてさあこの状態、覆いかぶさりザ・レフリーがカウント、ぜひ皆様カウントを2で返した暁には大きな拍手をお願いいたします。今の状態、ワン・ツー・スリー、1・2・3回審判が床を叩くとボール負けであります。さあカウント 2.8 でも 2.9 でも試合を続行、何度も立ち上がる、それが本当に強いです。さあ今背中のその筋肉を断裂させるかのように、さあ松永、さあ斉藤、さあ頑張れ、さあ赤のお兄ちゃん頑張れ、斉藤頑張れ、22歳頑張れ、何でもいい、さあ手拍子、そして応援を欲しい、さあぜひ、さあいった、さあぜひパパさんも、斉藤がさあもう言ってしまうグループ、さあその方は言ってしまう、足を伸ばしたロープレイク、
プロレスは反則が5秒間だけ許されるというということは、4秒間は首を絞めても目をつついても、そして何をしても許される、それがプロレスであります。さあもうダメか、斉藤匠海動きが鈍くなってきた。さあネックハンギング、この状態からさあもう若い斉藤がダメか、ちびっこの前で担いでこう斉藤が、ぜひ皆さんの応援、はいはい斉藤、やはりまだその斉藤応援、栃木プロレスのこのゼロワンの松永への応援の方が太いか。さあもう立つためにかかるぞといった、さあチャンピオン、まるでライオンのようだ。さあ百獣のライオンはさあ耐えるもの、もっとこい、打ってこい打ってこい、さあすごいチョッペ、そだろ響きづらい状態でも、しかしすごい、さあもう一度飛び上げた、そして今度もこのドロップキックが起死回生であります。それもそろわず先輩岡田から近い同じ中学校卒業、そしてその岡田に憧れてプロレスラーを目指した22歳、さあ出るか出るか、プレーさあちびっこ一緒なほしい、エルボーで受ける、あーっと、さあもう一度、もう一度